黒瀬疑問黒瀬疑問から1919 19年9月1日は日本の陸軍軍人貴族院男爵議員。最終階級は陸軍中将。美前国岡山城下先道町出身。岡山藩士、黒瀬玄六郎の長男。1868年より岡山兵学館で学ぶ。選抜されて大阪兵学寮青年社に入り、 1872年2月7日、陸軍将尉に任官。1878年、砲兵第4大隊、第2小隊長として、第2旅団に編入され西南戦争に従軍。1885年6月、野戦砲兵第6連隊長となり、1888年5月、陸軍砲兵射的学校長へ移動し、同年11月、砲兵大佐に昇進した。 1893年4月、陸軍方向学校長に就任。1894年9月、第二軍砲兵部長となり日清戦争に出生。1895年4月、陸軍少将に進級した。1895年7月9日、方向学校長事務取扱いとなり、同月22日、野戦砲兵館へ移動。ついで要塞砲兵官に就任し、 1901年5月、陸軍中将に進むが、翌年5月に休職した。1904年2月、台湾守備隊司令官に発令され日露戦争を迎えた。同年11月に休職。1905年6月、留守第七師団長として復帰したが、1906年5月に休職し、翌年3月2日、予備役に編入された。 1908年4月1日、交尾役となる。1913年4月1日に退役した。1907年9月21日、日清、日露戦争での功績により、男爵を助爵し家族となった。1911年7月、貴族院男爵議員に選出され、1917年4月5日に、辞職した。ありがとうございます。